目でも美味しい、体に優しい、いりこだしを使った一汁三菜料理を手掛けるかしこの岸八千代さんの登場です。岸さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今週のテーマはこれが食べたい私のリクエストとなっています。ということで、今回リクエストしたのはグッジョブの長谷川アナウンサーです。はい、キャンプ大好き長谷川総務です。楽しみに来ました。ということで、キャンプ飯というリクエストですね。はい、今日はおたらのキャンプ飯を教えてもらいます。こちらです。キャンプでアヒージョ、そしてオイル和風パスタなんですが、ちょっと今日番組のですね、放送内容を一部変更した関係で、今日アヒージョだけ作りますね。和風オイルパスタの作り方はですね、またホームページなどに掲載しておきます。長谷川さんにもレシピをお渡しますんで、はいはい、ぜひ合わせて作ってみてください。はい、さあ、そして今週も素敵なプレゼントが当たりますよ。ラクマQ、RCC のアプリイラウで今画面に出ています。今日の料理のポイントクイズに週に3回答えていただくと、抽選で豪華なプレゼントが当たります。近すぎません？今週はですね、三原鶏徳の焼き鳥セットを5人の方にプレゼントです。広島県産の新名鶏を使ったもも、ねぎま、手羽先串などの30本セットです。甘めの秘伝の醤油だれでプリプリ食感がたまらない一品です。参加するだけで OK ですので、ぜひチャレンジしてみてください。さあ、それでは大人なキャンプ飯、早速クッキングスタートです。はい、はい、ではキャンプに行くときは、はい、まず、下準備が大切ですね。うん、このタッパの中にちょっと野菜を用意してます。今日は岸さんがこうやってキャンプに行くイメージで準備してきてくれました。はい、はい、どんな感じ、はいはい、これがアヒージョの材料ですね。はい、入ってます。もうだからキャンプ行くときはこうやって全部切って持っていくと非常に楽だということですね。はい、はい、そうです、はい、こちらちょっと使って料理していきます。はい、アヒージョ作っていきます。はい、ではこちら小さめなフライパンにオリーブオイルが入ってます。この中に、じゃあ入れていきますね。まずニンニク、ニンニクはこんな風によいしょ縦半分に割ってもらって、はい、芽を取って、うん、でしっかり叩いて潰してください。はい、こんな風に潰れてますね。ね、はい、あ、はい、入れます。今は入れたんですか、落としたんですか。落ちました。落ちましたね。はい、木べらなどで、ね、しっかり潰しておいてくださいね。はい、そして鷹の爪です。はい、鷹の爪は半分にちぎって中の種は出しています。はい、はい、そして長ネギ、うん、長ネギは、長さ2センチに切ってます。はい、はい、これも香りが出ますね。はい、うん、よいしょ、入れていきます。よいしょ、そしてよいしょ、こちらアンチョビのペーストです。はい、これももう家で叩いてペーストにして、はい、叩いて持っていけばいいんですね。アンチョビ4枚分です。はい、そうです。あ、失礼しました。でこれを弱火にかけます。はい、弱火にかけていきます。はい、はい、そしてよいしょ、はい、弱火で5分ほど、うん、弱火で5分、はい、香りをしっかり出してあげてください。でそしたらこんな感じ、はい、いい色になってますね。はい、ニンニクも柔らかくなってとてもいい香りがふわっと上がってきました。うん、はい、ではこちらを他の具材も入れていこうと思います。はい、舞茸です。舞茸は1パック、もうこれ手でほぐした感じですね。はい、よいしょ、ほぐしたものを加えて、そしてアスパラです。はい、アスパラは根元の3分の1ぐらいはこんな風に皮を剥いてください。ピーラーでね。はい、そして長さ4センチに切ってます。長さ4センチに揃えたアスパラを入れていきます。はい、今日はとても太くて立派なアスパラです。はい、具材を入れました。はい、ね、具もたっぷりですね。はい、お野菜たっぷり食べてください。あさこさん、アヒージョって作ることありますか？私も何回かカマンベールのアヒージョなんかも作ったことありますけども、美味しそう。こんなに具沢山のアヒージョは食べたことないですね。あ、やっぱりそうですか。野菜いっぱいで、うん、本当に、はい、こちら具材が入りましたら味付けしていきます。はい、ここでしっかり味付けするのがポイントですよ。ここでしっかり味を入れる。はい、塩が小さじ1/2。はい、お醤油、醤油は小さじ1。はい、そして黒胡椒です。そして黒胡椒ですね。はい、
アヒージョってニンニクとオイルで煮込む料理なんですけれど、うん、油がたっぷり入った状態で味付けしても味が入らないんです、うん、なのでこの少ない油な状態の時にしっかりあの具材に味をつけてあげてください。最初はオリーブオイル大さじ3でしたよね、はい、それぐらいの油でこうやって炒めてる時にそこでもしっかり味を入れると、はい、そうです、これが大事なんですね、はい、いいこと聞きましたわ。どこで塩を振るか分かんなかったですからね。そうなんです、油をそんなに敷かない間に味付けをしておく、はい、そうなんです。この後また追加で油入れるんですけど、それでこう煮ていく感じなんですけど、その前の段階でもう味が入ってるんですよね、はい、そうです。なんかアヒージョって出来上がって食べるとなんか味があんまりせんいうことないですか。ぼやけた味になるんですよね、はい、やっぱり長谷川さんのアヒージョはそんな感じですね。長谷川さんのアヒージョはそんなですね。めちゃめちゃ笑ってますね。ぼやけアヒージョに。でもそれアヒージョ失敗しやすいところなんですよね。そうです、うん、はい、なのでこの段階でもお醤油とかも入りましたもんね。はい、ここでしっかり味付けができました。ここで味がしっかり入って、はい、そしたら一回火を止めてください、はい、あのキャンプの場合は熱源からちょっとあの離すといいですね、うんうんうん、はい、そしてここでオイルサーディンが入ります、はい、缶汁ごと、缶汁全部入れます、はい、お疲れ様にしました。入りました。そしたらこれをゆっくり広げてください。ゆっくり広げる、はい、はい、オイルサーディンってあの身がとても柔らかいので、煮崩れしやすいんです、うん、なのでこんな風に、この黒いところが見えてるとあまり大きそうに見えないですもんね、はい、あの銀色のお腹が見たいですもんね。よいしょ、これはだからもう盛り付けに入ってという感じですね。はい、そうです。とても柔らかいですからね、なんかくずくずになってしまわないように。キさん今1個だけ崩れましたね。ちぎれましたね。よいしょ、あでもこうやって、はい、美味しそうにここで盛り付けていくんですね。そうです、はい、一番最後に上に乗せて形キープ。そうです、そうです、そうです、はい、そしてインスタ映え、あのインスタ映え、長谷川さんのお好きな、そうですね、インスタ映えしないとね、やっぱり作ったの、うん、長谷川さんといえばもうインスタ、インスタで、ありがとうございます。こんな風に綺麗なアスパラのグリーンを出したり、はい、うん、舞茸をちょっと出したり、ここでちょっと調整してください、うん、はい、ここでもう盛り付けをしっかり意識して、はいはい、写真撮ることも意識して美味しそうにして、はい、はい、そして火をつけます。ここで初めて火をまた戻します。そうです、はい、じゃないと焦っちゃうってことですね。そうです、そうです、うん、なんかバタバタしてね、盛り付けができなかったりするので、うん、はい、そしてここでオイルを足します、はい、なので全部盛り付けもきれいにしてから、ここでもう一回オリーブオイル大さじ5が入るんですね。はい、はい、それでオイルで煮ていくところです。はい、こちらがポイントで、はい、オイルは2回に加えて、2回に分けて入れました、はい、加えることで味が入りやすくなります、うん、なので最初の少ないオイルの段階でしっかり味を入れといて、はい、後で大さじ5を足しましたけど、この追いオイルはもう一番最後に入れるってことですね。そうです、うん、はい、もうだからここからは味はつけなくて大丈夫なんですね。そうです、うん、でこれでちょっとふつふついうのを待ってます、はい、はい、その間にちょっとパスタを紹介できたらなと思うんですが、そうなんです、はい、はい、パスタは今日はあのキャンプを想定して、はい、こんな風にあの水で戻したパスタを使用するんです、はい、こんな感じ。これ塩水に入れてある。これはねやったことないですね。だいたいお湯沸かしてっていうのが普通ですからね。はい、キャンプだとね、はい、お湯沸かすのも大変だと思うので、そうですね、はい、はい、今日はこちらを使用してパスタ使用使ってます。でそれがこちらの鍋なんですが、はい、はい、アヒージョ食べた後残ったオイルに、うん、アヒージョの残ったオイル、はいはい、でニンニクと鷹の爪とかも一緒に入れてるんですよね。あ、そうですね、うん、残った具材があったら、うん、あのそのまま入れておいてください、うん、そして先ほどのパスタを入れまして、で戻し汁も使います。戻し汁も入れて、で、味付けは醤油だけなんですけど、醤油入れてくつくつ煮たのがこちらです。そうなんですよ、はい、いやキャンプ場とかでやっぱ油が余ったりとかすると困るんでしょう、うんうんうん、でも全部使い切ると、はい、ありがたいんですよね。そうなんですよね、はい、無駄なく全て使います。なんかパスタを茹でる鍋がいらないので。そうですね、はい、その分コンロの計算もできますからね。キャンプはねシンプルなのが一番なんですよ。
これだからショートパスタを使えばちっちゃいフライパンでもね、あ、はい、そうなんです、非常に並べやすいということで、はい、作りやすいということで、よし、じゃあこちらアヒージョの方が出来ましたので、はい、仕上げていきます。はい、ふつふつ沸いたら黒胡椒を振ります。はい、そしていきます。はい、アヒージョは仕上げに黒胡椒です。あ、バケットを添えます。はい、よいしょ、はい、ね、バケットをつけて召し上がってください。美味しいオイルをつけてね。はい、そしてパスタの方も仕上げていきます。こんな風にあの戻し汁も、だいぶ煮詰まってきたところです、うん、ちょうどオリーブオイルとアヒージョのこの残ったオイルと、はい、戻し汁が乳化してね、白っぽくなるんですよね。はい、はい、ではこちらも仕上げていきます。はい、こちらも用意しておいた大葉をちぎって加えます。大葉なんですね。はい、はい、今日は和風のパスタです。パスタの方は今日この小さいあのフライパンでもあの作りやすいようにショートパスタにしました、うん、はい、レモンです。これだから早茹でとかじゃない方がいいんですよね。そうです、はい、マカロニとか早茹でタイプとかじゃなくてちゃんとしたあのショートパスタを使用してください。そうするとこの塩水のやり方ができると。はい、仕上げに黒胡椒を振りました。はい、レモンと黒胡椒です。はい、はい、こちらで出来上がりです。はい、こちらでキャンプが大好きな長谷川さんにキャンプでサーディンアヒージョとアヒージョの残りオイルで大葉たっぷりの和風パスタ20分で出来上がりです。さあ今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。大人の長谷川さんへ、サーディンをメインにしたアヒージョを作りました。旨味たっぷりの舞茸や旬のアスパラなど野菜も入れました。また残ったこのアヒージョのオイルを使用したパスタはキャンプを想定して茹でずに水で戻して作ります。アヒージョの具材とパスタは前日に準備をしておいて当日は炒めるだけで OK なんですね。自然たっぷりのキャンプで活躍するレシピです。ぜひ作ってみてください。さあそれでは長谷川さんどうぞ。はい、いただきます。まずね、キャンプ場でこのアヒージョを作るっていうのがおしゃれですからね、うん、しかもこの野菜たっぷりとお魚の取り合わせっていうところが大人の私にぴったりだと思いますよ本当に。いただきます。でも本当味がしっかり入ってるんですよね、うん、本当、うん、味がぼやけてない。ぼやけてないんです、うん、はい、おいしい、うん、でこちらのパスタもワインとかにも合いそうですよね、はい、うわ、このパスタがまた面白い食感になってるんですよね。はい、生パスタみたいにもちもちと仕上がってます、はい、本当だ、うん、いいですね。これぜひ今度のキャンプやってみます。やってみてください。おいしい。これ塩水にもだから2時間からだいたい1日ぐらいつけとけばいいんですよね、うん、はい、なのでそれも前日に用意できると思います、うん、いろんなその用意のね、キャンプのアイデアも含めてね、ぜひ皆さん活用してみてください。長谷川さんがもりもり食べております、はい、大葉合うんですね、これね、はい、ありがとうございます。レシピ通りに作ってみてくださいね。さあ明日はですね、中華の第3にリクエストに答えてもらいます。もちもち水餃子を教えてもらいます。こちらもどうぞお楽しみに。岸さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。